だから本気で崩したくない人だけ参考にしてください。はい、どうも、ゆてです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日はですね、毎日メイクを紹介していこうと思います。当分毎日メイクを上げてなかったので、最近の僕の毎日メイクを紹介していこうと思います。では早速やっていきましょう。スタート。はい、で、一番初めにスキンケアというか、まずメイクする前にすることなんですけど、MAC のプレッププライムフィックスプラスの化粧水ミストですね。これをまず振っておきます。これをしておくと、メイクのね、ノリが良くなるのと、あとは、そのファンデとかの割れを防ぐ効果もあるので、これをまず僕は絶対に振ります。で、次、UV ケア、紫外線ケアなんですけど、こちらの、ラロッシュポゼ、UV リア、プロテクショントーンアップ UV ですね。化粧下地を使っていこうと思います。多分前回のやつの時は、ピンクを使ってたんですけど、ピンクと白をもらってたので、今は白を使うにしてます。あんまりね、あんまり変わんない気がする。まあ、ピンクの方が馴染みがいいけど、別に白も大して変わんない。結構どっちも使えますよ。そして次こちら、毛穴パテ職人の毛穴崩れ防止下地使っていきます。これもリピートしてて、これも3本目とかかな。でも安いし、本当にね、マジで毛穴崩れ防止って言ってるだけあって、これめっちゃいいっすよ。次こちらですね、ファンデーション。メイベリンのフィットミーリキッドファンデーションの112番使っていきます。本当にいろんなファンで使ってますが、もう本当にフィットミーが僕的にもう大優勝で、崩れにくいと思ってますね。やっぱね、この時期ってさ、僕の場合結構皮脂が出るタイプの肌質だから、パーダリーのファンデがやっぱ一番崩れにくいんですよ、僕の場合はね。乾燥しちゃう人はちょっとね、粉っぽく感じちゃうかもしれないけど、めちゃめちゃこのファンデーションがすごいいいんですよね。タッピングするようにこうやってファンデを化粧水感覚で塗っていくんですよ。したら指でさ、こうやってさ、タップするから密着度がめっちゃ高くなるから、これもね、崩れにくくするための僕の技ですね。次このね、クッションファンデのパフ、なんでもいいです、これは。これでさらになじませていきます。こうやってトントントーンって全体に、もうより一層の密着感を作っていきます。次、コンシーラーこちらですね。プリペラのコンシーラー。ダブルロングウェアカバーコンシーラーを使っていきます。カラーが01番。これでこうやって目の下とか、より明るくしたい部分とかカバーしたい場所に塗っていくんですけど、僕の場合、まあ、ハイライトカウンティレので、明るくしたいところ、このほうれい線のところとかに、僕はこうやって塗っていきます。では、馴染ませていきます。はい、お次はこちらのパウダーファンデーションを使っていきます。MAC のスタジオパーフェクトの僕が使ってるカラーは NC20 番を使ってます。MAC のパウダーファンデは本当に優秀で、リキッドファンデの上からパウダーファンデーションまでするの、乗っけすぎでしょって思うかもしれないけど、パウダーファンデを挟むことによって、マジで崩れ方が全然変わってくるんですよ。仮に崩れても、ツヤっぽく、なんかリキッドファンデのツヤ感っぽく崩れていくから、崩れるっていう概念をこれで変えるんですよね。パウダーファンデーションしておくと、ドロッと崩れなくなるんですよ。だから、僕はこれを絶対挟むんですけど、あとは毛穴をね、完璧にこう埋めてくれるから、パウダーファンデって。このおでことか目の下とか鼻とか顎とか、崩れやすくて高い位置にある場所を綺麗にカバーしておくと、まず綺麗な印象に見えるので、まずこのね、高い位置を、こうやってスタンプを押すようにトントンってしながらカバーしていって、余分な粉で周りに伸ばしていくようにパウダーファンデを塗っていきます。あとこれ付属でパフがもともと付いてるんですけど、パフで塗るとダマになっちゃったりとか厚塗りになっちゃうので、絶対このブラシを使って塗るようにしてください。このブラシは6プラスのパウダーブラシを使うようにしてます。この上から何をするかパウダーしていきます。またパウダーみたいな、マットになったからええじゃんって思うでしょ。もうパウダー絶対必要。このサナエクセルのエクストラリッチパウダーのピーチグローっていうものを僕は愛用してるんですけど、もともとこれラメが若干配合されてて、粒子が本当に細かいんですよこれ。なぜ粒子が細かいといいのかっていうと、パウダーファンデーションももちろん粒子は細かい、まあ粉だから細かいんだけど、パウダーファンデの方がルースパウダーとかフェイスパウダーよりも粒子が粗いんですよ。だから今陶器になってるけど、若干このね、粒子のムラがまだある状態なんですよね。そこにこの粒子が細かいパウダーを塗ることによって、さらにその粒子の隙間を埋めてあげて、もうさらなる陶器肌、もうほんと陶と便器になるようにしたいんですよね僕は。うん、これを結構多めに高いエリアに置けていきます。こうやって、これもどっから着想を得てるかっていうと、海外のメイクから着想を得てます。こうやって、でこっから全体にこうやって広げていきます。めちゃめちゃパウダー使ってくださいね。本当にこう触った時にもう本当に粉々しいぐらいパウダーをしてくださいね絶対。で若干こうパウダーが結構多めについてる状態でシェーディングをしていきます。シェーディングこちらのトゥークルフォースクールのアートクラスバイルダンシェーディングパウダー使っていきます。この間の Q10 の目代わりで買ったやつですね。
で、僕はこれの真ん中のカラーと一番暗いカラー2色を混ぜて使っていきます。で、シェーディングなんですけど、入れるポイントがあって、一番自分が気になるところから解消していきたいんですね。なので、僕はまずこのね、目の横幅のこの距離が人より広いので、そこをまず解消していきたい。横の幅を削りたいので、まずここにシェーディングを入れます。そっから上とか下になじませるようにして、シェーディングしていきます。で、次は、このエラのここのね、ラインを僕出したいので、ここにまず入れて、上下になじませていきます。で、僕はいつもこの顎をね、とんがらせたいので、口角の下ぐらい、円を描くようにぐーっと一周回します。そうすると、顎がね、前に出て見えるので、顔がね、逆三角形に綺麗に見えるかなと思います。次、ちっちゃいブラシに持ち替えて、ノートシャドウを描いていきます。僕の場合、男性なので、結構鼻をね、ちょっと通したいんですよ。女性の場合は逆に、鼻を全部通しすぎると、すごい男性っぽくなっちゃうし、顔のコントラストが強すぎて、威圧感与えちゃう顔になりがちなので、女性の場合は結構付け根と鼻先だけでいいと思うんですけど、僕の場合は鼻筋を細く、ずっと全部通しちゃいます。で、ノートシャドウも基本的に僕、鼻のね、付け根が若干曲がってるので、まずまっすぐに補正をしたいので、付け根から必ずこうやってシェーディングをするようにしていて、まずまっすぐに鼻を整えます。そしたら次は鼻先に V の字にシェーディングを入れていきます。で、そこから上につなげていきます。で、さっとやっちゃいましたけど、あと僕鼻の下に絶対影を入れてて、このね、人中の長さが僕結構長いので、ここの長さが短い方が割とね、バランスが良くなるんですよ。もちろんこれをしなくてもいい人もいますけど、僕の場合はこの長さが長いので、鼻の下にこうやってね、三角形の影ができるみたいに、この下にまず三角形の影を作る。その後にこの人中の影を若干付け足してあげると、この距離がね、ここまでですよって見せられるので、ここの距離が短くなってバランスが良くなります。あとはこの唇の下にも僕は影を入れてて、ここになんで入れるかっていうと、下唇のボリューム感を出したいっていうのもそうなんですけど、ここに影を入れると顎がよりね前に出て見えるんですよ。ここがくぼんでるから顎がね結構こうポコッと出て見えるので、より僕が理想とする顔立ちに近づくので、ここに僕は絶対影を入れて、顎をね、ちょっとこう強調するように計算してメイクをしてます。次は、何にもついてないこの大きめなブラシ。で、さっき多め塗ったパウダーとシェーディングをなじませながら、こうやってね、余分なパウダーを取っていきます。さっきすごい濃くね、シェーディングしたと思うんだけど、この鼻筋とかも割と、あんまりこう違和感なくなるんですよ。何にもついてないブラシでこうなじませてあげるっていうのはすごく大事な工程です。お次、眉毛描いていくんですけど、相変わらずこちらのサナエクセルのパウダーペンシルアイブロウ EX グレッシュブラウンを使ってます。まずね、僕はいつも左側から描くようにしてます。このね、下のラインから描いていくんですけど、詳しくはね、眉毛の動画出してるので、下の概要欄からぜひ眉毛動画見てみてください。僕の場合、毛がないのでアートメイクをしてるんですけど、メイクをするとこうやって消えてしまうので、上から描き足すんですけど、この時に若干ね、普段の眉毛よりも、ちょっと下目に描くようにしてます。で、次ですね、こちらも変わらず、キャンメイクのミックスアイブロウ03番の一番黒いカラーのみを使って、パウダーしていきます。なんかメイクの中でどこが一番大事ですかって言われるけど、もちろんアイメイクも大事だけど、ベースメイクも大事だけど、アイブロウかなって僕は思いますね。ベースメイク完璧で、アイメイク完璧でも、眉毛がね、変だと、なんかウェーってなるんですよ、全体的に。はい、で、続きまして、毛を描くので、エクセルのスキニーリッチライナーのグレージュで毛を描いていきます。これはもう、何回目ですかって、今日も描いていきます。まあ、毎日のことなんでね。若干ね、わかんないかもしれないけど、僕デザインを若干変えてるんですよ。前まではこの前頭の毛とかもまっすぐ同じ毛の長さが生えてる感じだったんですけど、最近ちょっとね、この短い毛からだんだんとこうね、長くなるようにしてて、その方がなんかね、海外の綺麗な眉毛っぽいなと思って、最近そういう風に変えてます。毛がないからこそこうやってさ、デザイン変えれるわけじゃないですか、眉毛とかの。自分でこうデザインを変えていこうっていう感じですね。で、さっきさ、眉毛のパウダーで使ったブラシあるじゃないですか。それを何も付け足さずに残ってるんで、パウダーが。それでこうやってね、眉毛の前頭からこの鼻の付け根、このくぼみの部分に若干こうなじませるように眉毛を繋げてあげます。あとね、鼻の先も若干こう影を付け足してあげたりとか。この時に口角を描きます、僕。こうやって。上にこうキューンって上がるように、こんな感じで仕込んでおきます。そしたら次、アイシャドウ入っていくんですけど、使っていくのこちらの、シュウムラのクロマティックスアズキフラッシュっていうアイシャドウパレットになります。配色が噛みすぎるんよ、ほんまに。まずね、このオレンジ系のカラーを塗っていくんですけど、黒目の真ん中から始めていきます。ここから、ほら、めっちゃ発色良くない？ここからバーって広げていっちゃいます。で、下まぶたも同じように塗っていきます。じゃあ次は、この真ん中のボルドーっぽいカラーを使っていきます。これで、このね、真ん中部分は、
開けておいて、このサイドに色を足していきます。これもなんかあんまりこうブラウン系でもなくって、まあ深い赤なので、こんな感じでちょっと色味を、深さを出してくれる感じなんですけど、これを目尻と目頭のところに塗っていきます。こんな感じで。目の周り真っ赤じゃん。大丈夫って思ってるでしょ。全然大丈夫だから、本当に超可愛くなるから。で、お次ですね。こちらのピンク系のラメを使っていきますと。これをですね、この真ん中部分に乗っけていきまーす。ほら、綺麗。あとね、ブラシよりもね、ラメ系とかグリッターとかは、指の方がね、密着して塗ってくれるので、結構粒が大きめな、ギラギラする系のラメは、指の方が僕はおすすめかなと思います。で、次は、エクセルのスキニーリッチシャドウのロイヤルブラウンを使っていきます。これもね、もう何回リピ買いしてるんかってぐらい買ってるんですけど、マジでね、何でも合うんですよ。本当にこのブラウン系のカラーって。このさ、一番黒いカラーだけしか僕使わないんだけど、これがマジ使えるんよ、本当に。まずこれを指に取ってあげて、シメールとして使っていきます。まずは、この二重幅の部分に塗っていきます。で、目尻側にまた濃いめに塗っていきます。そうすると、わかるかな？シメール塗るとさ、こうやってさ、目の迫力が全然変わるんですよ。カラーメイクとか若干抵抗あるよって方は、ブラウンで締めてあげると何でもね、うまく馴染んでくれるから、すごいおすすめですよ。で、次は付属で付いてるこのチップを使っていきます。チップに同じね、この一番黒いカラーを取ってあげて、ここに垂れ目のラインを、プラス下まつげのラインを描いていきます。ここにね、こうやって、こうがっつりとラインを描いていっちゃいます。で、次このね、下に若干影を描いていって、涙袋を作っていきます。これもね、涙袋メイク流行ってるけど、ない方が可愛いって人もいるんだよ。本当に、バランス的に。もともとある人はあんま描かない方がいい場合もあるし、僕の場合やっぱりここまで目があった方がバランスがいいので、こんな感じで影を描いていきます。次ですね、こちらの、これもね、ずっと愛用してるエチュードのティアアイライナーですね。これで涙袋にラメを乗っけていきます。これをね、この辺に、こうしたラメを乗っけてあげて、ちょっとこのね、存在を強めてあげる。で、次はクリオのキルブラックっていうアイライナーでラインを描いていきます。これでまず左右の目の形がやっぱ人それぞれ違うじゃないですか。だからまずこれで左右の目の形を同じに補正をしていきます。で、僕の場合さ、まつげないじゃん。だから余計にさ、アイライン崩れませんかってお質問もらうんですけど、それこそパウダーファンデとパウダーをまつげの際ギリギリまでしてるので、アイラインも絶対に崩れません。はい、まずこんな感じで片方をね、理想の形にまず作ります。そしたら次こっちをこっちに合わせて作っていきます。こんな感じで結構僕ラインはいつも太いです。で、次ですね、眉毛描いたスキニーリッチライナーのグレージュで上からね、ぼかしながらラインを若干こうナチュラルにしていきます。これであまりこうライン描いてますっていう印象を薄くできるのと、シャドウとこうなじませられるので女性っぽさが若干消えるんじゃないかなって僕は思ってます。で、このグレージュで石灰線描いていきます。欲張りすぎずに。結構欲張ってるか。はい、こんな感じでラインが描けました。で、次、下まつげなんですけど、下まつげね、ライナーが変わりました、最近。シムガールっていうメーカーさんのアイライナーで、リキッドアイライナー02番ピュアブラウンってから僕使ってます。これ中国コスメなんですけど、これね、すごいんですよ。超極細の線が描けるんですよ。で、線細いすごいって思うじゃん。見て。全然取れないの。描いた瞬間から乾くから、どんだけ擦っても取れなくて。だから、下まつげってさ、細い毛を繊細に描かないと、本当の毛っぽく見えないから、マスクのさ、蒸気でさ、上にこう蒸気上がってくるじゃん。目のこのね、ライナーとか下まつげとか描いても取れちゃう人が多いと思うんだけど、これマジで取れないから。元からある下まつげを若干描き足すぐらいにしてます、このぐらい。前まで結構セパレートした感じに結構長めに描いたんだけど、最近割とナチュラルめというか、マスカラする前の下まつげぐらいの感じにしてます。で、次ですね、このケイトのダブルエキスパートで、二重のラインと涙袋若干描いていきます。ほんとナチュラルにね、自然にね、薄く。ほんと自然に描いていきます。これでアイメイクは終わりです。で、次、チークなんですけど、いつもね、シャドウをチークとして使います。なので、今日使ったこちらのパレットの、一番初めに使ったベースのカラーを、いつも使うようにしてて、この方がしかもさ、シャドウと同じ色使ってるから、統一感出るんですよ。で、これを若干ね、薄く、この辺に。頬骨を削る効果があるので、華やかさとか可愛さを出すってもんじゃなくて、チークは骨格を変えるものって思ってください、皆さん。で、僕いつも鼻にもチークを入れます。続いて、リップなんですけど、最近使ってるリップはこちらの、メイベリンのスーパーステイマットインクですね。これさ、大人気だから僕もずっと欲しかったんだけど、全然買えてなくて、最近やっと手に入れたんですけど、これさ、マジで取れないね。で、これは75番っていうカラーなんですけど、一番オレンジブラウンっぽいカラーで、僕最近ブラウンのリップが大好きなんですよね。内側にまずね、塗っていきます。1本ビーンと。
これぐらい。それを馴染ませていきます。はい、こんな感じの色になります。結構ね、結構ブラウン系のオレンジ。オレンジ味が強いですね、結構。これでさ、若干拭いてみます。見える?あ、ここ若干ついたけど、マジで取れないんですよ、本当に。で、リップもう一色使うんですけど、前のね、購入品紹介でご紹介した、マージーのメローティントの M4 番。このカラーがマジで好きで、めっちゃ深い色なんですけど、若干こう、青み系のブラウンレッドって感じなんですけど、この内側にね、これを塗っていきます。わかります？めっちゃ深さが増して、もう可愛すぎるんですよ、このカラー。しかもこのさ、メイベリンのマットインクの上から、このメローティントつけることによって、メローティントも取れづらくなるので、本当にこの色がずっとキープされるんですよ。マジでこの色可愛いから。本当に秋ぴったりなメイク。で、次、ハイライトをポイントで塗っていくんですけど、相変わらず、MAC のエクストラディメンション、スキンフィニッシュダブルグリームですね。こちらのハイライトが、未だに、過去2年遡っても、未だにこれが僕の中で最強です。なんかいろんな海外の、もちろん有名なコスメたくさん使ってきましたけど、プチプラ、ハイブランド込みでね。これが一番綺麗です、本当に。自然でありながら、ちゃんと発光するし、いやらしくないんですよ。これを、鼻先と、この鼻筋、このね、頬骨のあたり、に少しだけ塗っていきます。マスクで結構さ、ツヤ感って自分の内側から油が出てくるので、勝手にツヤ感出てきちゃうんですよ、みんな。だから、あんまりハイライトギラギラにすると、逆にさ、すごい油切って見えるから、ハイライト入れすぎは最近の時期は要注意です、本当に。ほんと少しだけね、つけておきます。そしてですね、最後の仕上げ。こちらの、マーシフィールド SC プルーフパウダー A。これで仕上げです。最後のこのパウダーで、すべてが収まる。このプルーフパウダーって、まあ、プルーフパウダーって名前だけあって、防水プラス油を吸着してくれるパウダーなんですね。なのでこれを塗っておくと、まずねマスクにあまりメイクつきづらくなるのと、汗にも皮脂にも強いので、このパウダーが崩れ方があんまりてかテカらない、ほぼほぼで、順番もポイントで、さっきハイライトしてからこのパウダー塗ってるじゃないですか。ハイライトのこのツヤ感を綺麗にこうね封じ込めてくれるんですよ。封じ込めるというか、一層膜を作ってくれるって感じ。でも若干のツヤ感とか欲しいじゃないですか。だからハイライト仕込んであげて、その上からこの薄くね優秀なパウダーをしてあげると、このツヤ感は残ってるんだけど、触るともうサラッサラっていう。プラス中のハイライトも閉じ込めてあるから、マスクしても取れづらいんですよ。っていう風に僕はメイクしてて、このメイク本マジでおすすめ。本当に取れないから。はい、てな感じでメイクが完成しました。これが最近の僕の毎日メイクになります。前までカラコンをよくしてて、まあ、最近もするときあるんですけど、基本的には裸眼が最近多いですね。ここ最近の毎日メイクはこの赤系のメイクかなって思いますね。はい、てな感じで僕の最近の毎日メイクをご紹介しました。参考になっていいなと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録通知もぜひぜひお願いいたします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ゆてでした。バイバーイ。